はい、半幕の本家の半間岩尾先生です。私は人間の上の生物で、人間から生まれてきておりますけれども、人間の上の生物、半幕の本家の貴族です。関係者は貴族ではなくただの本家ですね。で、前説の方でね、説明しております。で、人間はね、話したり聞いたりすることはできる知能はまだついてません。700年後に分かるということで、話したり聞いたり、仲間の頭からテレパシーで聞いてね、虫と同じですね。で、生活をしてるわけですね。自分一人では分からないわけですね。ただ、それで分かってないなんて言っちゃダメですね。本人は100%分かってるということになるんですね。その生物にとってですね。だから、ただ上の生物から見ると、全然分かってないで動くしかないわけですね。700年後に分かるだろうというようなことで動くだけです。だから無遊、こっち上の生物とっては無遊病のようなことで生きるしかないわけですね。で、今回人間社会のことについて言いたかったんですけれども、人間の会社とか役所とか勤め場所は全部ね、組織っていうのは暴力団と同じですね、全くね。それでその力に負けた人はが働いてるわけですね。で、人間社会でいろいろそのね、言うなれば脅し社会ですね。それで会社とか役所とか国とか全部成り立ってるわけですね。脅し合って負けた人が働くと、多く働くということになってます。だからどこでもお店だろうと働いてるのは、多く働いてるのは全部負けてる人ですね。で、負けてない人はもう別荘とか高級別荘で言ったりしてますけども、それは勝ち組ですね。だから脅かされたりね、ヤクザ部隊ですから、人間たちはね、脅し合ったり、団体にヤクザ、その会社組織のヤクザに負けてね、それで働かされてる、働かされてない、ね、別荘にいるとか働かないでね、のんのんとしてるわけですね。だから人間社会は全部そうなってます。で、病院の医者さんでも働いてるわけで、その人たちは負けてるわけですね。で、医者でも働かないで偉くいる人たちは勝ってるというだけですね。で、能力とか技術ができるというのは関係ないです、人間社会の場合は。とにかく負けないということだけです。例えば、なんだ、技術があってエンジニアでできるからね、いいんじゃダメなんですね。力の方が優先されますね。力がなければ働かされますからね。また、働いてもお金を取ればいいよという人もいますから、それは働かせる組にもならないわけ、ならなくなってくるわけですけどね。多く働いてもお金をたくさん取れるからやってるから、働かされてやってないよというのもいるわけです。だから、それはヤクザ社会の人間で勝ってる
わけですね。これが人間社会になっている。だからお金をあんまり取ってないで働いてる人っていうのはね、これは負けてる、意味のないことですね。これは人間社会なんです。サラリーマンでもたくさん働いててお金取ってない人はこれは負けてるわけです。人間社会のヤクザ組同士でね、彼その本人もヤクザなんですけど負けてるわけですね。それに負けない力っていうのが大事なんですね。で団体からも来ますから、やられない。ただそれだけですね、社会はね。だからただやられてる人はもうただで働いてますし、随分多いですからね、そういうのはね、日本も世界中ね、ただで働かされてるのは、これは力負け、ヤクザ、人間社会、会社、役所、ヤクザでの商売ですから、全部人間社会はね、ヤクザ商売ですから、それに負けてたらダメなんですね。まともなところは全部ありませんから、私以外はね、上の生物ですから。だからまあ若い時は非常に私弱いですから、やっぱり本物の貴族でもあってもね、やられてまして、よく働かさせられましたけどね、だんだん年取ってくると、力がついてきますから、今度人間全員がかかってきますね。だそういう力関係になってきます。初めは一つの会社ぐらいですかね、組織ぐらいのヤクザグループに関わってタラで働かされるように攻めてきますからね。また変なのが、犯罪者がね、宇宙生物、悪い宇宙生物、人間よりか力の強い宇宙生物と組んで私に攻撃し